伊良部町伊良部町は、かつて沖縄県宮古郡にあった町。2005年10月1日に、平良市、薄久部町、上野村、下地町と合併して、宮古島市となり消滅。町役場は長浜に置かれており、合併後は、宮古島市役所伊良部総合支所となった。以下は、突起のない限り合併直前の情報である。 宮古島の北西に位置するイラブ島と下地島からなる。両島は6本の橋によって結ばれている。イラブ町時代にはイラブ島と宮古島との間に橋はなく定期航路が就航していた。なお、宮古島市合併後の2015年1月31日にイラブ大橋が開通している。紛れ星時代は下地紛れだったが、一部の村は平良ラ紛れに属していた。 特別職行政区合併後はこれら行政区の前に、旧町名のイラブが付き、宮古島市イラブアザとなった。下地島空港へ着陸する、訓練航空機高速旅客船、ウプユーフェリーはやって宮古島、平良港定期航路は、那城線バスタクシーレンタカー道路気象台下地島、空港出張所渡し口の浜通り池、観光スポット祭事祭事、平年地、気象庁、 2012年8月10日閲覧観測史上1から10位の値気象庁2012年8月10日閲覧ありがとうございます